前回からのいろいろ考えて今回どうでしたか。今回は前回は8日間と、まあ、3時間がリミットで4日間2時間32分っていう最終だったね、はい、ちょっと実行委員会の方にもだいぶ迷惑をかけたかもしれないんですけど、で目標は8日間以内とりあえずできればいいなと思ってたんですけど、まあ、今回天候も良くて結果的には7日間以内でいて、で元々1日が予備日ってなってたような気がするんで、そうじゃそうじゃ、7日間以内で完走できてすごい、はい、嬉しいです。120点な出来になりました。で、あと、まあ、タイムだけじゃなくて、まあ、本当はそのタイムだけっていうよりかはこの実行委員会の皆さんはじめここに集っていただいた選手の方々、応援の方々、こういう場にいられるっていうのが一番いいなと。そうですね、今回は天気も良かったので多分、対登壇者との触れ合いであったり応援であったり、選手との関わりもかなりね、やりやすかったというか、いろいろ時間も多分取れたと思うんです。そのあたりどうですかね。あ、そうですね、そういう意味ではこんなに応援の方って本当はいたんだなって正直なところで、本当にいろんなところで注目されてるんだなっていうのを感じて、まあ、この会というかレースを開催することがすごい意義のあることだなっていうのを感じました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、あと今これだけ、まあ、応援の方いますけど、なんか最後の一言どうでしょう。このレースを出るにあたって多分いろんなところですごい協力をしてもらったところもあるし、迷惑をかけてしまったところもあると思うんですけど、この完走したっていうことで少しでも報いることができたらなと思ってますので、よろしくお願いします。、はい、ありがとうございました。では、片井先生でした。ありがとうございました。